よくやった。本来ならありえないことを君は見事にやり遂げた。ありえないこと。まだ話はするな。体の方に意識を集中しろ。体調がこう出てくるなんてね。オロルンのことを仲間だと思ってるのか？さっきも意識を乗っ取られたオロルンの力を抑えてくれてたよな。だいぶ良くなりました。魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛に飲み込まれるところだった。よく耐え抜いたな。もう大丈夫なようだな。いろいろとご迷惑をおかけして申し訳ない。その話はまた後にしよう。計画は失敗か。あと一歩だったのにな。お前から受けた恩はこれで総裁だ。オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかったわけではあるまい。しかし君は諦めていなかった。自分が何を求めているのか分かっているのか？答えが欲しいのです。僕がここに存在し、みんなに助けられ、優しく手を差し伸べられてきた日々の理由。英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。しかし生まれながらにして優遇されるべき者もいません。できたかもしれないのにできなかったことを成し遂げる方法をずっと探しているのです。その答えが出てきたようだぞ。君は私の名を受け継いで、名演の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は人々が思ってたような人間じゃなかったが、かといって君自身が思ってるような人間でもなかった。まあ自分探しっていうのは私たちの一生の課題かもしれないね。私だってそうさ。自分が英雄になれるだなんて思いもしなかった。しかし悪知恵ばかり働くなどと言われてきた私だが、結局灘のために命まで捧げることになった。さあ自分の名前を思い出してごらん。そこには一般的に言われるような意味なんかではなく、君自身の崇高さと渇望が込められてる。僕の故名はBT。 献身という意味だ。死ぬために生きていくんじゃなく、君が見つけた答えに身を捧げなさい。その名のために君は力を捧げ生まれ変わる。それによって自身の価値を証明するだろう。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して最後の歌を聴かせよう。久しぶりだな、サンハジ。彼を認めてくれたこと感謝する。この時代の5人目の英雄の誕生だ。あなたの計画が一歩前進するところを見られて嬉しいわ。私の声が取り返しのつかない損失を招かずに済んでよかった。誰の声だ？やはり八神が目覚めたか。
私は魂の国を管理する者。わずかな力しか残っていないから、眠ることによって流れているの。だけど今日、この装置で呼び起こされた時、本能を抑えきれず、声を上げてしまった。魂を震わせるほどの声を。あなたたちの魂は完全だから、影響は少なかったでしょうけれど、不完全な彼の魂は強烈な波動により崩れかけていたの。でも彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。大したものだわ。オロルンがおかしな行動に出たのも波動の影響のせい？それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。その魂は彼の魂に欠陥を見つけて身を隠そうとしたけど、結局追い出されてしまった。でもナタやヤガミの国の魂じゃなかったわ。どこから来たのか私にもわからないの。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、起動した結果お前が目覚めたのはなぜだ？なぜなら私こそがかつてナタの地脈、そしてヤガミの国の建造者だからよ。はるか昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。そうしてヤガミの国は誕生したのだ。その後、初代のエンジンシュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり今に受け継がれている反魂の歌と帰化聖夜の巡礼だ。そうだったのか。そういえば確か天空から力を借り受けたって前に言ってたよな。この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図るべく、地脈の中枢へ力を注ぎ込む時に使った装置なの。当時その方法は決して有効とは言えなかったわ。地脈の精巧な構造に比べてあまりに乱暴なやり方だったから。それに地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。その力に耐えられるのはもう私しかいないの。それにやり方は荒っぽいし、激しい苦痛に耐えなければいけないけど、少なくとも多少は力を吸収できる。だからこうやって目を覚ましてあなたたちと会話できているの。また少しは力になれると思うわ。例えば自分の存在を完全に消す代わりに、あなたたちのために地脈をもう一度再構築するとかね。なんでそこまでしてくれるんだ？私はあなたの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔、私たちは消え去る前、別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは、私たちが退化した後の姿、洗礼でしょうね。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ヤガミの国でも突然現れた洗礼がオイラたちを助けてくれたんだ。
ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。それでもみんな私の周りに集まって、人類のために地脈の再構築に力を捧げていたわ。今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ、マービカ、シュバラン家の意志の継承者、そしてナタを導く者よ。数々の誤解はあれど、私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名演の主の英雄からも力を与えられた。あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように自らの使命を果たすために尽力しましょう。ナタの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。さあ、アビスの災いを乗り越えるため、私に命を下しなさい。そうはさせない。大規模な再構築の後、君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、八神の国を元に築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、認知障害に陥るだろう。神の心を使って、魂と記憶で網を編む方法と同じく、この甚大な代償を受け入れるわけにはいかない。代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしアビスが暴走してしまったら、残るのは死体と廃墟だけなのだぞ。その後はどうなる？新しく構築された地脈が再びアビスに侵入された時、ナタ人はどうすればいい？何を武器に戦えというのだ？ヤガミとルールの庇護を失ったこの地が、いつまで存続できる？一日でも二日でも、生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り、未来を語る資格すらない。大規模な犠牲を払ってからでないと、そのことがわからないのか！犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか。俺はカーンルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。え、カーンルイヤ。ああ、家族、戦友、同胞、そして故郷までもがアビスの侵略により永遠に消え去った。心に刻まれた傷は500年経ってもなお昨日のことのように生々しい。マービカ、お前も似たような経験をした。俺の言っていることの意味はわかるだろう。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々、今でもあの最悪を夢に見る。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。その選択肢が今目の前にあるというのに、なぜそれを選ばない？私たちにはその決断を下す権利がないからだ。私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、思想や意志が形作られているからだ。記憶と歴史を手放せば、全ての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが、全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。
人類を信じるならば、再び新たな繁栄を築けると信じるべきだ。だが、同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ、何もかもが徒労に終わるかもしれない。少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから、隊長の主張する方法こそ、全体を視野に入れた方法だと思っていた。しかし命の瀬戸際で、記憶の中の人や出来事が蘇り、強烈な願望が湧き起こったんだ。これまで多くの人から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか、帰路に着くか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。いつまでもここに立ち止まっていては、いずれ自分が自分でいられる意味を失ってしまう。そうだね。ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を示してくれた。彼らの犠牲は次の世代へ送る祝福なんだ。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。うちはまだ負けを認めたくないよ。そうだぞ。だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから。たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても、一人でも生きて私のところに戻ってきてくれれば、いつでも実行はできる。でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。私から見れば、あなたたち一人一人がまるで太陽のように眩しい。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民、どちらだ？お前の意見が聞きたいみたいだぞ。オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人となった。もう少し待ってみてもいいだろう。お前の計画が成功するならば、それに越したことはない。それまでの間、俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは、実に心強い。命に対しての君と私の考えが重なることは、おそらく永遠にないだろう。しかし、少なくとも今は、肩を並べて戦える。外じゃまだ戦ってるはずだから、早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明してやらないと。あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。後で競技場で落ち合おう。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。はじめに、あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。普通の人間はもちろん、高みにいらっしゃる俗世の七姿勢にさえも。影の身分こそが自分たちには最もふさわしいとお思いなの。けれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、ナタのためのルール作りに手を貸してくださったわ。そして彼女の導きのもと、私は八神の国を築いた。それは彼女の愛の表れであり、
償いの形でもあった。けれど影からしたら彼女の行為は常識外れで、思考なる、いえ天理の機嫌を損ねてしまった。それ以降死の姿勢は半ば自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようとどうでもよくなった。にもかかわらず彼女の存在を知る人はごくわずかだった。自暴自棄、できれば私がその言葉を使ったことを内緒にしてくれるかしら。体力を温存するために単刀直入に言いたかっただけよ。ここに来る間いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ何でも聞いてちょうだい。その概念は初耳だわ。地脈を織りなし想像する力があると言ったわよね。私でさえ無から有を生み出すことはできないわ。再構築といっても地脈の健全な部分を再利用して新たに組み立てるだけだから。もしナタ人がその力を扱えるようになったら、アビスの脅威に対抗する他の方法が見つかるかもしれないわね。ここに来る間いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ何でも聞いてちょうだい。テイワットの原初の力である念祖、それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。その改造自体アビスの脅威に備えるためのものだったの。公開の力と人海の力について聞いたことはあるかしら。この線で解釈するのは面倒ね。光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。つまり私たちが虹と呼ぶものね。同じようにこの2つの力はそれぞれ古代と現代に属している。そう考えていいわ。ここに来る間いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ何でも聞いてちょうだい。ええもちろん知っているわ。小玉の子の職人さんがまだ何も言ってきてないけど、おそらく名園の主の少女がここにいないからでしょうね。でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って必要な準備について教えてあげる。少女？ええ違うの。ここに来る間いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ何でも聞いてちょうだい。